こんにちは、ゲームエイトのケイダーです。本日は水属性のボックス紹介をしていこうと思います。まあ、銀魂コラボ真っ最中ということで、まあキャラもちょっと増えたんで紹介していこうと思います。はい。で、昨日ねちょっと東北予選見に行ってたんですけども、ちょっと絶賛声が借りております。大声出しすぎました。そんな出してないかな。はい。で、まあプロが一チームまた生まれましたね。フォースリーパーズ宮城さん、本当にプロおめでとうございます。非常に立ち回りが上手で、もうびっくりしました。はい、僕らも頑張ります。ということで、じゃあボックス紹介していきましょう。前回ね、火属性やったんですけども、今回水属性という風になっております。554体見るのか、多いな。はい、では早速見ていきましょう。まず銀さんですね。はい、進化、神化両方とも持ってて、まあ、僕は進化推しなんですけども、進化前も一応残してます。まああの、あれですね、大号令一応持ってるんで、星5制限とかでも活躍すると思って残してあります。普通にね、こっちも進化前とはいえど、砲撃型の長距離次元算ダメをブロックということで強力な性能なんで、たくさん当てた方は残しておきましょう。はい、そんな感じでちょっとね、スターウォーズは間に合いませんでした。全然やってなかったですね。で、グランプリのキャラ足利さんはまだ全然やってないですね。グランプリの方ではやってるんですけど、信子さんはあんま使ってないんですけど、ラグナロク結構強いですよね。はい。で、ロミオですね、これ英雄の書をつけてあるんですけども、まあ、身が仮にこれに速殺 L が出たらこれで完成しようかなっていう感じの身となっております。 HP を見ると26,784ということで、まあまあ高めになっておりますね。で、これですよ、僕のめちゃくちゃ推しメン、ホールズブラックですね。運悪として超使いやすいキャラとなっております。火属性の初行のクエストやるときに本当にホールズブラックめちゃくちゃ使ってます。めっちゃ使ってます。爆発貫通枠いいですね。うん、めっちゃ使いやすい、イケメンだし。はい。で、帝釈天は全然やってないですね。うん、まあこの間も言ったんですけど、超絶爆裂のねモチベが最近下がっております。ジェクトもあのグランプリの期間だったんで全くやってなかったですね。はい。で、ユーナ、昨日ぐらいに出したねコラボ最強ランキングでもユーナ入ってるんですけども、本当にかなり推しキャラです。めちゃくちゃ強い、友情強いし、 SS 強いし、アビリティも強いし、めっちゃいいキャラですね。あと、まあ普通にイラストもいいし、ステータスも悪くないというところでかなり重宝してます。1体しか持てないんですけどね。はい。で、ダルタニャンですね。ニャンニャンはあれです、貫通パーティーでの高杉晋介の攻略で役立ちました。結構強かったですね、ダルタニャン。ダルタニャン言いにくいな。はい。で、次はどうしようかな、ペリー。ペリーは1体しか持ってないんですけど、本当にめっちゃ強いんで、まあ特に覇者の塔とかですね、活躍しております。でもこうやって見ると攻撃力低いですね、めっちゃ。でもまあ友情強いんで本当に重宝してます。神化の方がね、なんかすごいプロレスラーみたいな感じですよね。うん、もうこっち使ってる人はあんまいないんですけど、友情コンボクリティカル持ってるんや、こっちは。なるほどなるほど。で、ウンディーネさん、使用回数少ないな、思ったより僕使ってなかったですね。まあ友情コンボがめっちゃ強いんで。で、エンパイアがもう3体になってるな。どこぞで当てたんかってぐらいなんですけど。で、ネフェルピとハンダハンダコラボですね、この辺は。で、アルマゲドンは全然やってないんで、ラックは低いです。で、クリスタル多いな。ミロックは A の書を使っております。ウィキ M 投撃集ですね。まあ、あんまり厳選してないんですけど、最近。直殴り倍率アップしているクエストとかだったら本当に強いキャラで、マーチブロック、耐性、ゲージ回復、火属性キラー。まあ、回復とかブロック忘れがちなんですけど、意外とね、攻守に優れたキャラという風になっております。で、シンジ君は、まあ、覇者のと31回でいつも使ってます。ハンニバルがね、これ僕ね、神化好きなんですよ、見た目。結構好きなんですよね、この見た目。進化よりも、うん、やっぱ神化の方がいいですわ。だから神化にしてるんですけどね。まあ、全然使ってないんですけど。で、出ましたよ、階級。イケメン階級は、ストア限定の階級ですね。ほんとイケメンですわ。イケメンだ。3体います。山竹海が、あ、山竹海やったっけ、これ。あれ、運極作ってなかったっけな。調教メテオ確か持ってるんですけど、混ぜてないのか、まだ。で、この辺はコラボばっかりですね。コラボだらけ。コラボいっぱいある。はい。で、ダムス。キガヘリウムと土壁ついてるんですけど、まあ、あんま厳選しないです。厳選しないといけないですね、本当に。イソップが3体とも進化してないな。はい。
テキーラサイズをパック5体持ったんや。でも普通にパック強いんでね、うん、普通に評価されるべきキャラだと思ってます。で、ユウスケとリュフも全然ラック集めてないですね。うん、で、次、ウルツ、これ、線形カメ L。全然これ意味ないですね。パワー型なんで。はい。眠った。ジャバオック、神化、陰極、進化、普通ですね。てか、神化と進化全然イラスト変わらへんな。ほぼ一緒っすね。宝来は陰極なんすけど、いつ作ったっけな、あんま覚えてないな。まあ、そこそこ前ですね。19がいる。なんじゃこりゃ。まあ、宝来もほんと慣れるまで時間かかったんですけど、慣れたら割と簡単になりましたね。はい。で、芝居は陰極2体作っております。両方とも強いんでね。はい。で、トグロさん。超究極トグロさん。まあ、最近あんま使ってないですけど、まあ、お角の実食えた超究極キャラですね。運悪キャラです。筋肉操作。確か2倍ですよね、倍率。結構高かった。で、ルリさんです。まあ、これは最強ルリで、同意ケルと有意ケルがついております。まあ、本当にね、うん、厳選ね、結構やったんですけど、442回ですね、紹介数。本当にね、特エルが全く出なかったんですよ、ルリに関しては。で、初めて出た特エルが2個割れで、しかも同意ケルと、まあ、もう1個はよくわからみやったんですけど、いい実が出ました。で、有意ケルもついてたんで、若く見つかって最強に仕上げました。マジで、ね、かっこいいっす。友情コンボは両方ともね、重心化みたいな性能なんで、いいっすね。うん。で、進化も持っておりまして、ついこの間ね、水の遊泳の時、単発で、ルリが出たんですよ。電車の中で叫べそうになったんですけど、進化前であえて置いております。かっこいいですね。まあ、こんな髪色して、どっちかというとね、この進化とか進化前の髪色にしたい。まあ、難しそうやけど、これ。で、お次は、アルマゲドン、ナナミ。あー、キャプテンアメリカね。激シエルついてたんですけど、まあ、当時はアルカディア使ってましたね。今は使ってないんですけど。結構進化させずに放置してるキャラ多いっすね、こうやって見ると。うん、で、ノアが結構ラック高かったはず。15。うん。間違った。あー、まあいいや。セイントセイヤ。氷河ですね。氷河どういうゲームがついてます。攻撃力は元から低いんで、そこそこ上がってます。本当は、遊撃つけたかったんですけど、まあいいや。ラファエルはね、今超究極高杉晋介で超活躍してるんで、いいキャラですね、本当に。未だにやっぱ使えます。ね、他には、ヤタガラスがいっぱいおるな。ヤタガラス、あと、カイキュンまたいましたね、カイキュン。イケメンです。イケメンだ。ニラカナが初めて使った家の書のキャラなんですけども、激シエルがついています。使用回数もそこそこ多いですね。はい。いや、攻撃力やっぱ高いな。3万超えますからね、降臨で。バランス型めっちゃ強いの、やっぱこうやって見ると。いや、いいキャラですわ、本当に。うん、ニヌファブシで、あとスサノオとか、まああれですね、水属性の強キャラは本当に覇者の塔で活躍してるイメージが強いですね。下ら辺に行くとあんまりキャラいないんですけど、うん、あ、でも最近情報修正した上杉謙信とかもね、髪が強いし、まあ、進化も強いけど、いいっすね。あ、そうだ、今思い出したんですけど、通常のガチャゲンの水属性のキャラ、僕、ティーチとアルテミス以外全部持ってるんですよ、実は。めちゃくちゃ水属性のキャラ持ってて、かなり揃ってます。ただ、限定キャラの信長 X 持ってない。ラミレス。ラミエルも持ってないっていうところで、限定キャラには恵まれてません。あと、まあ、他には、あれですね、期間限定の、茨城同士アルファとか、まあ、コラボのキャラはちょっと持ってないキャラいるんですけども、結構潤ってます。なんで被爆説には強いのかなっていうところなんですけど、まあ、限定キャラがやっぱ使えるっていう点が多いので、ちょっとラミエル狙いたいですね、今後。まあそんなこんなで、僕が一番推してる属性、水属性のボックス紹介を終わりたいと思います。ちなみに猛暑力は火以外5000いってるんで、今のところ運極を今すぐ作りたいっていうキャラいないんですけど、ちょっと頑張って作っていきます。はい、というところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と Twitter のフォローとインスタのフォローもお待ちしております。それではバイバイ。